今日は商品紹介じゃなくってまたになってしまうんですが、ワークマン返品できるのかどうかっていう動画です。毎回ですね、まあ正当性があるっていうのもが一番の理由ではあるんですが、毎回返品は OK もらってますね。前回は着払いだったかな。1回目は元払いで2回目は着払いだったと思います。でこれ3回目なんですけど、まずそもそもですね、この商品すごいいい、めっちゃ気に入ってて、今年買ったものなんですけど、おすすめしようというか動画にしようと思ってレシートは捨てちゃったんですけど、現金払いにしたんですよ。なぜ現金払いにしたか、普段クレジット払ってるんですけど、なぜかっていうとフランチャイジーでやってて、クレジットカードの手数料が当然引かれちゃうわけじゃないですか。そういうことをね、まあ、その店じゃないんですけど、クレジットカードの手数料が大変なんですよって言ってたんで、まあ、現金払いにしようかなと思って現金払いにしたんですよね。まあそういうわけでクレカの明細とかもないんですけど、紹介しようと思ったんで、あのタグだけ残してたんですよ。多分これが新発売のものであれば1年以内ですし、まあ、返品 OK な気がするんですけど、まあそれはそこら辺の話はいいとして、ちなみにどういう商品かっていうと、リバーシブルにできる商品で、あったかいと。なので室内で二重履きしてました。と普通のパンツの上にこれを履く、大きめサイズを買って、だから LL なんですよ。私そんな太ってないですけど、まあ、多少太ってるけど LL じゃないですよ。外履きっていうか、なんていうか二重で履いてました。なので暖房いらず、めちゃくちゃ気に入ってて、今年冬に入って中盤から使ってて、それでもね、多分今年に入って買ったんで2ヶ月くらいしか使ってないのかな。結構ヘビーローテーションですけど、というかもともとあのこれ履いてたんですよ、イージスオーシャン。あ、さらにそれを遡ること、これあのこれの前はこれ履いてて、その前はこれあのバイク用のパンツで、オーバーパンツっていうのかな、パンツのさらに外に着るパンツなんですよ。でこれがいまいちあったかくなかった、一応専用品なんですけどあったかくなくって、でイージスオーシャンのこのパンツ、耐防水にもなってる、これがめちゃくちゃあったかい、めちゃくちゃあったかいんですよ。ただしちょっとゴワゴワする、あの軽くてあったかくって非常にいい、だこれでもいいんだけど、ちょっとゴワゴワしてツルツルしてるから、足を組んだ時にねスルスルってなっちゃう、それが嫌だったんで、肌触りも良くって、あったかくって、軽くってっていう。で、これを気に入ってたんですよ。完璧じゃんって思ってたんだよね。そしたらどうなったかっていうと、話がちょっと長くなった。ここまで到着するまで長くなった。これ。今までいろんなね、ズボン、もう何年とかも履くものあったけど、こんなことなかった。こっちも、反対側も。これリバーシブルだからこうなっちゃうのかな。こんな感じになっちゃう。フィールドコアなんだ。三菱うんたらかんたらって書いてあったから、一応フィールドコアの商品みたいですね。リバーシブル、見た目はこっちの方がいいんだけど、こっちの方が柔らかくって気持ち、こっちの方が硬いの。どっちかっていうとね、こっちの方が柔らかくてこっちの方が硬いから、こっちを外にして履いてたんですよ。要は風をシャットアウトしてくれるから、こっちの方が、だから硬いから丈夫で風をカットしてくれるかなと思ってたらこうなっちゃったっていう。今までいろいろ服買ってますけど、ちょっとこれは弱すぎますね。たまたまなのか仕様なのか、ちょっと連絡してみます。結果はコメント欄の固定コメントに書いてあると思います。というわけでどうなりますか。